体の後ろ側の筋肉を鍛えるために懸垂をやっています。スキーヤーにとって前傾姿勢をキープするときには必ず体の後ろ側の筋肉で体を支えるんで、体の前を鍛える以上に背中も鍛えることも重要だと思っています。懸垂の2点は、1時間懸垂は上げ続けられないんで、時短できるっていうのがメリットだと思います。僕はこのワイドとクローズグリップ2種類やっていますが、ワイドだとちょっと腕の力がやっぱ使いづらいんで、背中で上げる感じになるんでかなりきつさは感じています。この次にやるクローズグリップの方が、腕の力が使えるのか、結構上げやすいので、負荷とか刺激をいろんな方向で与えたいんで、このワイドグリップとクローズグリップ両方できるだけやるようにしています。懸垂のグリップですが、こっちがワイドでこっちが狭い方かな、この2つ使い分けてます。ただいまの得点84点。小回り系の腹筋では結構この腹斜筋が重要かなと思ってます。スキーが左右に動くってねじれが生じるんで、直線的な腹筋も必要なんですけども、こういうふうに腹斜筋を狙う腹筋も必ず小回りをイメージしてやっています。ちょっと腕も疲れますけど結構これは効きます。